ちゃ可愛いミュージアムだったね。ここすごいパンチングバッグもあって、このアヒルが一番可愛い。たくさん遊べました。これからホテルに戻るよ。キャリー・ドリームズ・ミュージアム、めっちゃ楽しかった。そこにあるよ。電車に乗って帰る。もうね、電車も最初超緊張したけど慣れてきた。アクセロー。おっつー、部屋に帰ってきたよ。いや、念願のキャリー・ドリームズ・ミュージアムに行けて超楽しかった。なんかただね、ドイツってね、あれなんです。クーラーがないの。で、今この部屋もないんだけど、もうずっと汗かきながら写真撮ってて、今も汗かいてる。まあ健康的っちゃ健康的か。ただ暑いっす。でね、駅の中のね、パン屋さんでパン買った。一個はね、クロッサンを明日の朝用にして、今はちょっと食べたかったエッグタルトを買いました。じゃじゃーん、こんな感じ。めっちゃいい匂い。いただきます。うん、うん、うまいね。すごいサクサクで美味しい。エッグタルトっていうかカスタードかな。美味しいです。